メカトロニクスとその周辺領域メカトロニクスとは、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学の知識、技術を融合させることにより、従来手法を超える新たな工学的解を生み出す学問、技術分野を指す。メカトロニクスは、昭和44年に安川電機の技術者であった森哲夫によって出願された言葉で、 機械装置と電子工学を合わせた和製英語である。昭和47年1月に安川電機の商標として登録された。登録前からこの言葉は現場を中心に使われるようになり、一般にも広まっていった。現在は安川電機が商標権を放棄し、一般名称として使われている。海外にも普及していき、メカトロニクスを関する学術論文集も、 日本のオーブン紙、ジャーナル・オブ・ロボティクスメキトラーニックスが1989年に、国際自動制御連盟のジャーナル・オブ・メキトラーニックスが1991年、アメリカのトランザクション・オンメキトラーニックスが1996年に、創刊されている。従来、機械製品に複雑な動作をさせるには、リンク機構やカム、歯車など多くの機構部品を組み合わせる必要があった。 このような製品は大型、高価になりやすく複雑で組み立てにくいものとなっていた。そこで制御の部分を電子回路化しセンサやアクチュエータと組み合わせることによって複雑な動作を簡単に実現したり機械要素の組み合わせだけでは実現できないような機能を持たせることが可能になる。今日では制御にマイクロプロセッサを用いることによって自動化や適応制御など より豊富で便利な機能を実現している。また、同一の機構であっても、電子回路やマイコンプログラムの変更で、仕様の変更や追加を容易に対応できる利点も持つ。以上のような特徴により、従来機械産業とされてきた、時計、カメラ、自動車、工作機械など、ほとんどの分野で、メカトロニクス化が進んできている。また、ロボット、ハードディスク、CD プレーヤー、 自動改札機、ATM など、メカトロニクスによって、初めて成り立つ分野も数多くある。ファクトリーオートメーションにおいては、与えられた目的に対し、センサー、コントローラー、アクチュエータ、メカニズムをシステムとして、いかに構築するかが問題となる。アクチュエータとしては、隠しモーターのみならず、空気圧機器もよく使われる。メカニズムには、カム、リンク、ゼネバ、歯車、 ベルト等の機械要素も、ふんだんに使われ、コントローラとしては、プログラマブルロジックコントローラが使われることが多い。メカトロニクスを対象とする、資格試験や、競技大会においても、FA を意識したものが多い。名称は、機械電子の機電一体であるが、実際は、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学の融合である。また、センサーコンピュータ、 動力源、アクチュエータメカニズムを要素とするシステムとして構成され、ハードウェアとソフトウェアの構成には多様性があり、ソフトウェアに比重を置くと、インテリジェンスやフレキシビリティを持たせることができる。メカトロニクスの定義や範疇には幅があり、取り扱う人の立場、時代、用途によっても変わってくる。事例として時計を考えると、機械式時計は全てが機械であり、 クォーツ時計はほとんどがエレクトロニクス化したメカトロニクス、電波時計はマイコンモーターを搭載して通信も行う高度なメカトロニクスになる。ミシンの例では当初は完全に機械式であったものが補助機構が別モーターで制御されるようになり、さらに全てのモーターがコンピュータ制御で同期が取られるようになっていった。また応用展開に合わせて以下のような技術、 危機が存在する。ありがとうございます。